ローラ T97-30 は、マスターカードローラが1997年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。ドライバーは1995年の国際 F3000、選手権チャンピオンのヴィンセンツォ・ソスピリと、フットワークから移籍してきたリカルドロセット。しかしながら、チームが F1 に参加したのは、ごく短期間であった。1993年以来のローラ製。 F1 は1998年シーズンに向けて計画されていた。しかしメインスポンサーであったマスターカードからの圧力で当初の計画から1年前倒しで参戦することとなった。ローラは1997年シーズンに新規参入した2番目のチームでもう一つはスチュワートグランプリだった。メインスポンサーのマスターカードが計画よりも1年。 早く参入することを熱望したため、チームはシーズン開始の数週間前に急いで T97-30 を制作した。ツチュアートは1996年シーズンの終わりまでにエントリーを発表し、すでに数週間のテストを終えていたが、ローラはシーズン開幕までほとんど何もできていなかった。開幕戦のメルボルンで行われた最初の簡単なテストで2台の T97 30は直線でもコーナーでも遅いことが示された。エアロダイナミックスは空気抵抗が多すぎて十分なダウンホースも生じていなかった。これはまたタイヤが適切な温度まで上昇できないことを意味した。ドライバーは両名とも困難なハンドリングで苦労し予選通過タイムを切ることはできなかった。結局、ソスピリは11秒遅れ、ロセットは12秒遅れで両者とも 予選落ちとなった。マシンはインテルラゴスでのレースのためにブラジルに輸送されたが、マスターカードはチームのサポートから撤退し、チームは残りの週末をガレージで過ごし、続いてチャンピオンシップから撤退した。チームは決勝に一度も進出できずのポイントでランキング外となった。4台の T97、30の所在は以下の通りである。ありがとうございます。